何その服？サイケのやつ？とりあえず一着買います。実用品フライパンをおまけしてもらいました。絶対邪魔やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？あ、子供の成長ですね。一人前に成長しました。来た来た。ブラネちゃん、あれ、前にもブラネちゃんとおったんよね、確か。その時もビジュアルこんな感じじゃなかった？とりあえず一人暮らしをさせましょう。それがいいと思っています。今あれか、一軒だけ会いとったんかな。ブラネをアイラン島の住人として正式に登録します。 OK。 好みを登録します。 OK です。今日からお世話になります。よろしくお願いします。私たち家族も今後ともよろしくお願いします。あ、こちらこそ。記念にこれももらってください。これ記念って言われてもあれよね、いつも思うけど、確実に家族で持っとった方がいいよね。だって他人の、ちょっとすみません、ねえ、子供の成長記録渡されましてもって感じやん。どうしてもトモック様に呼んでくれないのですが。あ、トモック君まだその段階なんやね。子守を引き受けましょう。うんうん。トモック、アニマのとっくりさんだよ。それは目が痛いのでは。お、おならしたよ。え、おならとかするの？今までそんなことあった？お腹さすったから、なんかちょっと腸の動きがよろしくなったかな。でもなんかご機嫌よ、いいやん、めっちゃいい感じ。後ろにいる猫を遊べよ、お前も。遊んでやり、お、めちゃくちゃいいやん。トモミルクの時間ですね。うんうん。トモックの機嫌も随分良くなりました。よかったよかった。アニマのとっくりさん、ありがとうございました。いえいえ、お礼にこれもあげます。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあマンション見てこう。今回はとりあえず友達マークが一つ。レミちゃん、喧嘩だ。誰とだ？誰と喧嘩したんだ？私、珍しく怒ってます。うん。珍しいかどうかはわからんけども。コティさん。仲直りして。特に大好物系ないんよね。アンパン。どうすかね。どうすか。美味しくなかった。そうかそうか。うん、私も嫌いアンパン。てか、あんこが嫌い。ティラミスとかは？私は嫌いなんですけど。嫌いなものめちゃくちゃある、私。どうすか？あんまり美味しくなかった。うん。なるほど。ということは、もうお腹がいっぱいなので、いや、嫌いなものでお腹いっぱいになるって嫌だな。めっちゃ嫌だな。サブランコで風になろうか。ちょっと、天井からぶら下げてみます。うんうん。さあ、どうだ？強く強く。強く強く。いい感じ？強く強く。あ、もっと？どうすか？もっとですか？いい感じです。あ、いい感じ。よかったよかった。風になれた？ちゃんと。あ、今風になった気分です。うんうん。よかったよ。慣れたなら。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。すごい、こんなね、喧嘩の仲直りで、こんな浮かれた帽子かぶっとかれるの嫌だな。
いや、まあ、謝りに来たのはこっちなんですけども。この間はごめんなさい。仲直りできるかしら。こちらこそごめんなさい。お、ちゃんと仲直りできた。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。できました。よかったよ。お礼にこれもあげます。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。勉強って、あまり好きじゃありません。いや、なんか学生のうちとかはね、勉強しろ勉強しろって言われるけん、やる気がなくなるんやけど、ただ自主的に勉強ってなると、やっぱね、自分が興味あることするけん、当たり前かもしれんけど、楽しいよね、普通に。特に私は歴史が楽しいよ。ほい、みおめかくん、入ります。でもあれやん、最近、自分たちが習った頃、こととさ、全然違ったりとかしてくるけんさ、歴史って特に。なんか難しいよね。さあ、遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とす相手もキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。いや、これ、あれよね、前回、めちゃくちゃ余裕かましとったら、全く取れんかったっていう。実は、ここだけの話。このアユナジマって。はい。でもこれも、よし。ナイスキャッチ。これも結構余裕なやつね。大きめの。でも言うて、手があのサイズでさ。おめでとうございます。アユナのそっくりさんのものです。え、めっちゃちっちゃくない？聴診器。でも、ミーサイズにしてはでかいやん。誰サイズ？お宝、聴診器をもらいました。ありがとう。だってあんなサイズ絶対届かんやん。届かんやん、確率に。相手の心臓まで。パソコンでネットを見ていると、つい時間を忘れちゃいます。わかる。パソコンでネットを見ること、そうそうないんやけどさ。私がパソコンに向かっとる時間って、撮影しよるときだけやし。スマホ見よったらね、時間って溶けていくよね。はい、お寿司どうぞ。いただきます。はいはい。特に動画を見よるときかな。結構美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップ。特に、ドラマとかってさ、めちゃくちゃ時間解けるやん。サッカーボール。どうぞ。道具、サッカーボールをプレゼントしました。ルンルンっすね。お、なんか友達マーク増えたぞ。喧嘩ではなさそう。あれ？ソタンさんってこんな上の方やったっけ？なんか結構上の方やね。入ります。汚くない？そんなとこでゴロゴロ転がったら。アユナのそっくりさん、どこかに旅行してたんですか？行ってないよ。行きたいけども。桃太郎に友達になってほしいと言われたのですが。ふんふんふん。いいんじゃないですかね。では、ちょっと話もしてきます。はい、行ってらっしゃい。めちゃくちゃ喜んどる。尋ねただけでこんなに喜んでくれるなんて。結構話し込むね。ダメやったん？マジで？気が合うか分からなかったので、今日は友達になりませんでした。ま、気が合うかどうかなんかそんなね、初対面で分からんって。初対面なんかどうかも分からんけどさ。白いチューリップの花言葉は失恋？そんなんやったんやっけ？わからん。なんか、昔ね、多分小学生の時かな、一時期花言葉にめちゃくちゃハマっとった時期があったんやけどさ。なんか小学生の時が一番、なんかよくわからんことを自主的に勉強しよった気がする。結構美味しかった。よかったよかった。私小学生の時さ、めちゃくちゃなんか、図鑑とか辞典とか読みまくりよる子やった。別に暗かったわけじゃないんやけど。はい、車の T シャツ。どうぞ。服、車の T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。うんうん。僕からのお返しです。
昔普通に虫の図鑑とか見よったけどさ、今思うとよくわからんな。虫大嫌いやし。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。あんなんね、自分から進んで虫の写真なんか見たくないよ。ツイッターとかでたまにさ、なんか虫の大群みたいな画像が流れてきたりするけど、センシティブにしてくれんかなってめっちゃ思うもん。唐突に流れてくるのめっちゃ嫌なんよね。お、ケンくん、入ります。あゆなのそっくりさん、一ヶ月も。あ、この三人で一緒におったってことか。今、いったくんおったよね。はるちゃんに友達も紹介したいのですが。ふんふん。ゆうも紹介するのはどうでしょうか。いいんじゃないでしょうか。二人が仲良くなるには、どんな話をすればいいんでしょうか。だいぶ子さんのみんなで。てか、まだ友達じゃなかったんや。お金の話。では、二人も呼んできます。はいはい。どうすか？もうお金の話ってどういうって感じやけど。めちゃくちゃ盛り上がっとる。なんだ、儲け話かなんかか。びっくりした。あんだけ盛り上がっといて友達にならんのかと思った。うまくいきました。やだな。なんかお金の話でつながった友情。友達になってくれました。普通にお金関係で縁切れそうな気がする。レベルアップ。それじゃあ、王子様の服。どうぞ。服、王子様の服をプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。何でしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。帽子が壊滅的に合わないんですけど。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ね、それ帽子外そうや。どうやって外すんやっけ。これあげるやつか。これか。帽子を外す。確実にいらんもんな。OK です。あまり、ブームには乗らない方です。ブームね。全くわからん。今のブームとか全くわからん。なんかたまにさ、バラエティ番組とかで、なんていうん。ま、ここ数年で一番、その聞かれた音楽みたいな。ま、それが全くわからんもんな。聞いたことないもん。やっぱさ、自分が興味のあるアーティストしか聞かんくなるよね。結構美味しかった。よかったよかった。昔ってほんとやたら、流行りの曲は全部聞くみたいな感じやったけど、そんなこともうせんもんな。オリコン、ランキングとかも何もわからんよ。ん？なんかあれ、ハートマークない？気のせい？なんかあった気がするよ、今。ほら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 。ミステリーさん。ミステリーさんは結婚してるよね。子供？切ない。子供か。新たな。私と人の間に子供がいたら、と想像したりします。ふんふん、いいと思います。いいね。ですよね。ですです。お、レベルアップ。それじゃあ、子熊の T シャツ。どうぞ。服、子熊の T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。なんでしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。みんなと仲良くしたいです。いいことだよ。じゃんじゃんみんなと絡んで。恵方巻きを、どうぞ。いただきます。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか。
お、遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問、ででん。これは何でしょう。口紅。答えは口紅でした。なんか昔ってよく使いよったけどさ、こういう青みがかったピンクってもうあんま使わんくなったな。第2問第2問、これは何でしょう。招き猫。答えは招き猫でした。イエーイ。モザイククイズ最終問題。最終問題、ででん。これは何でしょう。ミラーボール。え、最初めっちゃ答えは何、お茶かと思った。ミラーボール、湯飲みに入った全然違った。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝盆栽をもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ今度こそみんなに募金を募ります。でもあれはね、ちゃんとこう引きの絵になった時のマークとかもちゃんと正しいやつなんやねハートマークあるってめっちゃなったもん、さっき。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そしてミニュース見てこう。7時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。最近マイカーを持つことがブームとなっています。うんうん、マイカーブーム。3日前に念願のマイカーを購入したリオさんがこの車で島中を駆け巡りたい。なんかさ、あれやん、地方とかやったら車大事って言うけど、なんか東京とかさ、マイカー持ってない人とかも普通におるみたいな聞いてさ、すごいびっくりなんやけど。まあ私も車持ってないんやけど、地方で持ってないんやけど、基本的に徒歩か自転車やけんね。そういうか、電車移動ってこと？みんな公共交通機関使いよるってことなんかな。お、昼一。電車なんか多分最後に乗ったの中学生ぐらいじゃないんかな。え？信じられないくらいやつ。それよりはもうちょっと後かな。わからん。でも普通にそれぐらいのレベルな気がするけど。いらっしゃい。何その服？サイケのやつ？とりあえず一着買います。実用品フライパンおまけしてもらいました。絶対邪魔やん服買いに行ってフライパンついてくるとか超邪魔やん。でもフライパン割とあっという間に焦げつくけんさ、フライパンいくつあっても困らんよねああいうのって寿命どれぐらいなんやろ。いや結構さ、若干焦げついても普通に使いよんやけど、ツイッターとか見よったら割とそういう人おって安心しとんよねはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや今回は一応新しい子供が増えるのと、あと友達は増えたけど、いやどうせ紹介するならさ、やっぱ恋愛的な紹介が良かったな。まだまだいっぱいおるやろ、独身の子たち。